こんにちは、こんばんは。こんばんはだね。今日もうららチャンネルに来てくれてありがとうございます。今ねちょっと近所夜の散歩をしてます。まあちょっと知り合いと会った帰り道遠回りって感じかな。まあその友達といろんな話をして、どんな話かっていうと、まあ今後、まあ、お互い何かを共同でやってるわけではないんだけど、まあその結構自分のことをさらけ出す数少ない友人というか、いろいろ話してて、で、そいつとも話題になったんだけど、やっぱり繰り返す力、繰り返す力っていうのは便利であって怖いよねっていう話をしててさ、どんなことにおいてもやっぱり繰り返しっていうのが習慣を作るし、繰り返しっていうのが自分のアイデンティティを作るし、その繰り返し考えることがその自分のステータスになっていくし、で気がつくとその確固たる自分っていうのが出来上がってて、だけどよくよく考えてみれば自分の名前すら自分でつけることができないぐらい人っていうのは無知だったし、でその繰り返して築き上げてきた自分っていうのがそれが本当の自分なのかっていう疑問を持ったりもするし、だけどその疑問っていうのは結構いい疑問であって、その疑問があるからこそもし自分が変化を望んだ時に違う繰り返しをしてみようっていう形になったりするとかいうようなさ、あの話を、結構笑いながら話してて、友人その友達とあのその音楽の趣味とかそういうのは結構合うやつで、昔からシオンとかそのシオンっていうシンガーソングライターのミュージシャンがいるんだけど、ああそれ以前あのソーリーベイビーをちょっと YouTube でアップしたことがあって、でねあのそいつはすごいギターが上手くて、そいつがギター弾いて俺が歌うみたいなことをたまにやっててさ、で曲クローズインタイムっていう歌を歌ってて、ちょっとまた静かでこれワンコーラスぐらい歌っちゃおうかな。ガードレールに沿って2年前働いた店に来たけど、すすけた木の扉には鍵がかかってある。久しぶりだろう、バドワイザー送れ。久しぶりだろう、あんまりいたぜ。あ、人が来たからこのぐらいにしとこう。顔全体酔いどれとも許す聞きいい。いや、これからね
大通りに出るからちょっと音が、うん、でかい音が出ちゃうと思うけど、大通り渡り切ったらまた歩道になるんで、その歩道に入ったらちょっと静かに歩こうかなと思ってて、今日は雑談とかおしゃべりとかよりもその公園を歩くことを、公園じゃないか、その遊歩道を歩くことをメインの動画にしようと思います。ちょっとだけだけど雑談聞いてくれてありがとうございます。じゃあちょっとゆっくり散歩しましょう。
全然。もうちょっと真逆。